その避難計画の裏に書いてある旧団体のメンバーです。でここに書いてあるメンバーのうち、原価原発プルサーマルと全国みんなで止める裁判の会とグリーンピースジャパンは、本日は参加しておりませんけれども、他の団体のメンバーで今ここに来ております。で、会見させていただきたいのは、市町および県も了承している避難計画について、災害対策基本法が4月に改正になりましたので、違法状態になっているところがあるということを指摘をして、県はこのまま再稼働を認めてはならないということ、それから火山問題について日本火山学会が先日規制委員会の火山評価ガイドはちょっと見直せということを提言いたしましたので、このことについてご説明をさせていただきたいということです。で、要望書は知事宛て、それから議長宛て、各議員宛ての3人が名宛人です。で、知事宛ては、議長宛ては今提出を各議員もですね提出を終わりましたので、ここではその内容に説明をさせていただきたいということです。で、ちょっとその始まる前に申し上げたいんですけれども、庁舎管理が非常に厳しくてですね、ここの入るのも実は、8名にしてくれという要請が広報課を通じてありました。で、私どもは、マスメディアに対する資料提供であるので人数を制限するということはメディアの報道の自由を制限することにつながる、ちょっと根拠がはっきりしない声だと思っております。で、今日は関西課長がじゃあせっかくお見えなので11人全部いいですよと言っていただいたんですけれども、そもそもなぜそういう制限する根拠があるのか、どこにあるのかというのは尋ねても明示できない状態なんですね。で、これ幹事社が了解されていることなのかどうかというのをまずお聞きしたいんですけれども、それは広報からそういう説明があったんでしょうか。今幹事社は特に私はそういった日程さんの方にあったのかもしれません。なるほど。そうすると幹事社が了解しているなら それもちょっと変だとは思うんですけど、どっちにしてもメディアへの情報提供を制限するために立ち入り制限するというのを聞いたことがないので、ね、ちょっとこちらに言ってもしょうがないかもしれませんけど、ちょっとそういうことがあったというのは認識していただいていればありがたいと思います。じゃあ前置きが長くなりましたけど、ちょっと説明いたします。